クレイグ・マイケル・ジョーンズは、ニックネーム133でも知られる、アメリカのヘビーメタルミュージシャンである。アイオワ州デモインで生まれた、彼はスリップノットでサンプラーとキーボード奏者として最もよく知られており、そこで、こう選んだ。ジョーンズは、メイト、フィード、キル、リピートの録音後まもなく1996年にバンドに参加した。彼はすぐにサンプラーの役割になったが、 元々はギター担当だった。ジョーイ・ジョーディソンが脱退した後、ジョーンズはスリップノットの2番目に長く在籍しているメンバーになった。また彼はバンドのウェブサイトや YouTube チャンネルを担当している。クレーグ・ジョーンズは1996年半ばにスリップノットに加わり、バンドのデビューデモであるメイト、フィード、キル、リピートのレコーディングの後、 元ギタリストのドニー・スティールの代役として加入した。彼はドラマーのジョーイ・ジョーディソンによってバンドに加入した。ジョーイは以前ギタリストのジョシュ・ブレーナードと共にモディフィディアスというバンドで活動していた。しかしバンドに参加して間もなくエレクトロニクスとコンピューターの天才はサウンドエフェクト、バックグラウンドノイズ、プログラムされたサンプル、バンドの音楽で使用される。 メディアサンプルの増加により、サンプラーの役割に移った。その代わりに、ミック・トムソンが、ギター担当になった。ジョーディソンは、とにかくそれをするのが好きで、これらすべてのノイズと音を思いついたと指摘して、ジョーンズは変更に満足していると主張しました。バンドへのジョーンズの貢献は、BBC ミュージックによって、バンドの暗い渦巻きの一種のオーディオ飾りとしての、サンプル、スピーチ、 ノイズの提供と説明されています。ジョーンズは彼のコンピューターのプロセッサー速度1 3 3ヘルツの参照として133というニックネームになった。著者のジョエル・マクアイバーは当時は最先端であると考えられていたと主張。2004年9月、ジョーンズは医療緊急事態のためにバンドのヨーロッパツアーの短い期間、スリップノットで演奏しないと発表された。 バンドの公式ウェブサイトの声明では、クレイグ・ジョーンズ133は、ヨーロッパツアーの最初の週に信じられないほどの痛みを経験しており、適切に食事も睡眠もできませんでした。緊急死化手術のために、米国に戻ると説明された。この状況について、ギタリストのジムルートは、状況について話し、私たちは彼の場所を埋めている。 私たちは楽屋で彼の写真を撮っており、毎日彼がいなくて寂しいが、ツアーをキャンセルできなかったと説明した。ギタリストとしてバンドに参加すると、ジョーンズは演奏時に頭に女性のパンストを着用した。これにより、顔に圧縮された強盗のような外観が与えられると言われていた。後に長い釘が打ち込まれた、宇宙飛行士の宇宙ヘルメットに変更された。 ヘルメットは後にボンデージマスクに置き換えられ、口の部分にもジッパーが追加された。クレイグ・ジョーンズルートとトムソンのマスクに加えて、ジョーンズのマスクは、スリップノットのキャリアの過程で非常に一貫したままであったとして、ファンによって認められている。グループの2019年のアルバム、We Are Not Kind では、彼のマスクがわずかに修正され、釘がネジに置き換えられ、マスクの上部が長くなり、 モヒカン効果が達成された。ジョーンズはしばしばスリップノットの最も静かでプライベートなメンバーであるとメディアによって特定されザクワイエットワンというニックネームがついた。ボーカリストのコリー・テイラーは彼の態度を静かに怖いタイプと説明してコメントしました。スリップノットのプロデューサーであるロス・ロビンソンは彼に話をさせようとするとただ座って 彼を見つめるだろうと付け加えた。ラウドワイヤーのグラハム・ハートマンは、ほとんど話すことはないと、遠くにいる人を盗むと指摘し、これらの資質がマスクのスタイルに影響を与えたと、理論付けた。ザ・ガーディアンのヤン・ギティンズは、ジョーンズを、明らかに奇妙な人物と説明し、バンドのマネージャーによるサンプラーのダビングを、テロリストのテッド・カチンスキーへの言及である、ザ・ユナボマーと引用した。 キャリアの早い段階で彼がスリップノットにいなかったらどんな仕事をしているのかと尋ねられた時、ジョーンズは追加地中倉庫でフォークリフトを運転していると答えたがおそらく外出していると冗談を言った。彼はザキラーというあだ名をつけた。ロビンソンによると後者のコメントはサンプラーがインタビューで最初に言ったものであり、それが作成された出版物の読者から 多くの苦情を引き起こした。スリップノット時代1999-2001、アイオア時代2001-2004関散、時代2004-2008オール、ホープイズゴーンエイラ 2008-2014? ありがとうございます。